願い申し上げます。ここ鹿児島にもたくさんのホームレスの方いらっしゃいまして、そういった方が寒空の中で過ごされている方々が温かな年越しのお蕎麦、そしてお雑煮、とても楽しみにしていらっしゃいます。12月31日、1日と別行支援をしております。この年越しそばやお餅、それに皆様のカンパを使わせていただいておりますので、どうかご協力をよろしくお願い申し上げます。皆様の温かな気持ちでこの支援続けることができています。11年間も皆様温かなお気持ちをお分けいただきました。今年の年末もまた、そしてお正月もまたこの支援ができますようにご協力をよろしくお願い申し上げます。私の方は NPO 法人鹿児島ホームレス生活者支え合う会と申します。年末のホームレス越冬支援、越冬炊き出しへのカンパのお願いをしています。ボランティアスタッフが箱を持って今清潔ルーム前になっております。ここ鹿児島にも路上で暮らしていらっしゃる方が